どうも、ファスティングマイスターのアキです。本日はですね、私のお話をしていこうかなと思います。まあ、このチャンネルではですね、いつもその腰痛に対してとか、体の痛みに対しての解決方法だったり、アイデアだったりとかいうお話だったりとか、あと健康情報をお話しさせていただいてるんですけども、私の話もちょっと聞いていただければなと思います。何の話かなっていうと、アトピーのお話ですね。私、アトピーで悩んでいたっていう話をですね、ちょっと、シリーズ化じゃないですけども、お話ししていこうかなと思います。僕、生まれた時からアトピーだったんですね。今、30歳になるんですけども、生まれてから25年間ぐらいずっとアトピーで悩まされていました。物心ついた時にはもう普通に気づいてましたね。なんか痒みがあるとか、ガリガリゴリゴリするとか、なんかブツブツができてるだとか、そういったものは経験、していました。だから痒くなるのが当たり前だし、なんで痒くならないのかなって、他の人となんで違うのかなみたいなところの違和感はあったんですけども、自分は病気なんだなと。いうふうにこう納得させて、でそれでこう生活していたっていうところがあったんですね。アトピーになってて、痒いのも辛いしね、かいた後痛いし、体ベトベトするし、まあ辛い日が続いていたんですけども、何より辛かったのはやっぱ人の目なんですよね。人の目が非常に僕としては辛かったんですね。で、何かっていうと、僕、小学生の時にあった出来事の話をすると、体育の授業が次の時間にあるってなった時に、休憩時間で着替えるんですよ。で、当時僕の時代は、男女一緒の部屋で着替えるみたいのもあったんですよね。で、その時カーテンとかもなくて、男女一緒に着替えてたんですよね。まあ今思ったら考えられないんですけどね。その時の時代ですから、そういった形で着替えてて、で、そういう着替えるとですね、僕もやっぱりこう下着姿とか、肌を露出しなくちゃいけない状況があって、体中のブツブツとか赤くなってるのを見られるっていうのが嫌だったんですね。で、最悪ね、最悪そういうのを見られるのもまあいいとしても、一番辛かったのが僕ね、ブリーフ姿を見られるのが嫌だったんですよ。当時ね、男性の下着の主流っていうのはブリーフだったんですね。で、トランクスっていうのが徐々に普及し始めていた頃っていう感じだったんですね。で、そのブリーフっていうのはこの白色のブーメランのパンツみたいな感じですね。それをかっこ悪いとかそういう話ではなかったんですけど、それがね、何が嫌だったのかっていうと、僕ね、股間の方まで痒みとかカサカサとかブツブツとかあったんですよ。で、それをかきむしっていたもんですからね、こう書いたらなんか変な汁が出てくるじゃないですか。黄色っていうか赤っぽい血が混じってるような。で、それがね、ブリーフに染みつくわけですよ。黄色っぽくなって。で、それが黄色っぽくなってくると、次そこがこうカピカピに固まったりとか、色がね、表面からこう見えるんですよ。周りからもね、うわ、黄色くなってんなみたいな感じで見えてくるわけですよ。で、それをね、見られるのがすっごい恥ずかしかったんですね、当時。痒くて、書いたらね、そんなことなるっていうのを分かってたんですよ。痒くなって、変な汁がついて、黄色いのがついたら、周り見られたら嫌やなっていうの分かってたけども、でも我慢できずに書いてしまって、で、書いた結果変な汁みたいなのがついて、で、ブリーフを巻き気にしてしまい、体育の時間に、周りの目を見ながら、こそこそ着替えてたっていうのをすごい感じていました。でもその頃からそれが嫌でですね、何よりもやっぱ人の目につくっていうのがものすごい嫌だったんですね。アトピーっていうのは自分が痒くて辛いっていうのももちろんあるんですけども、やっぱり周りの人の目を気にするっていうのも一つあると思うんです。で、特に僕の場合だったら、人の目を気にして、で、人のからですね、なんかやっぱりその気持ち悪いやつだとか、うつるとか、病原体だみたいなとか、そういう風にですね、嫌われるんじゃないかっていう思いをしていたんですね。で、嫌われたらどうしようっていうところで、いつもその頃からもう僕はね、いい子してたんですね。はい、周りの子たちに好かれるようにいい子してましたし、喧嘩するようなこともなかったです。それがアトピーが原因なのかっていうと、それだけじゃないとは思うんですけども、でもやっぱりアトピーが原因で人に嫌われるっていうことはものすごい気にしていたっていうのが幼少期の頃でした。そして小学校、中学校と、そういった生活をしていて、やっぱり周りの目を気にして、アトピーがあるからこう周りの目を気にしていたっていうのは正直なところありました。で、やっぱ小学校、中学校の時って若い頃ですからね、やっぱ小さい頃からお母さんがね、すっごい熱心にアトピーを治そうとしてくれたわけですよ。で、有名な病院にも行きましたよ。大阪でも皮膚科で有名なところ行きました。なんかビルの30階にあるとこ行ったりだとか、薬飲んだり、ステロイドを塗ったり、また注射を受けたりだとか、漢方療法やってみたりだとか、ルイボスティー飲んだし、リンゴ酢も飲んだし、なんか苦いお茶みたいな、よくわからないお茶みたいなのも飲み続けたってこともやったんですけども、結局アトピーって治らなかったんですね。
だからね、もう子供なりに感じてたんですね。ああ、もうこのアトピーっていうのはずっと付き合っていかないといけないもんなんだなって。もう本当一生もんだから、そこ我慢していって生きていくしかないんだなーみたいな感じで、ちょっとね、こう落ち込んでしまって、ね、こう前向きに物事を考えられないようになっていたっていうのは確かにありました。だからちょっとネガティブ傾向でもあったし、あとは、ね、人の顔をよく見るっていうことをですね、やっていたっていうのはその頃についた悲しき能力なのかもしれなかったです。小中とそういう生活を通じてたんですけど、やっぱそこでね、やっぱ一つ疑問に思ってたところっていうのはあって、なんで自分だけっていうのを思ってたんですよ。周りの子たちも自分と同じような生活をしていたし、自分と同じようなものをご飯食べてたし、ほぼ自分と同じようなもんじゃないですか。だからね、悲願出たっていうこともあったと思いますよ。正直だって自分だけなんでなるねみたいな感じで、自分だけなんかもうかわいそうな人間なんやなみたいな、まあ、マイナスに捉えるようなこともしてたっていうのも確かにその当時はあったと思います。まあ、というような感じでですね、幼少期を超えていてですね、やっぱりそのアトピーってその痒いとかね、痛いとかそういう苦痛もあったけども、結局辛かったのってやっぱ周りの人の目とかね、特に気にしていたっていうのが僕が一番辛かったそのアトピー時代の思い出だったし、そもそもアトピーも治るもんじゃないんだっていうふうに諦めていたっていうのもあって、まあその2つですよね。そこがやっぱ幼少期に強く感じたところでした。だから幼少期っていうのは本当にね、そこまで深くは考えてはなかったと思うんですけども、その当時なりの悩みっていうのはあったのがこの幼少期の思い出ではありました。で、まあ次のお話は社会人になってからのお話をしようかなと思います。まあ社会人になってからもですね、やっぱ大人になったらね、アトピー治るみたいなね、なんかよくわからない迷信みたいなのあるじゃないですか。あるんですよ。で、それを信じていたのにもかかわらず、やっぱアトピーになってしまったんで、まあなんやねんっていう風に思っていた時もあったんですけど、アトピーを持ちながら社会人になって強く思ったことは、もうね、幼少期と同じように人の目にさらされるっていうのがものすごい辛いことなんだなっていうことを感じたっていうのがこの社会人での経験でしたので、それをですね、またお話ししていこうかなと思います。はい、というところですね、本日はですね、私のアトピーのお話をさせていただきました。本日の内容ですね、もし共感できるところがあったりとかですね、もっと聞きたいなと思っていただける方は、いいねボタンとかチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。